映画インセプションやってみたいと思います。よろしくお願いします。インセプションは2010年公開の SF アクション映画です。監督脚本はクリストファー・ノーランです。主演はレオナルド・ディカプリオ。そして実業家斉藤役として渡辺謙が出演しています。本作はとにかく設定が難解です。逆に 設定を理解してしまえば、ストーリーを格段に理解しやすくなり、楽しく鑑賞できるようになります。そこで当動画では、設定と用語、そして革新の真相をじっくりと解説した上で、最後にストーリーを追うことにより、作品への理解を深めたいと思います。設定と用語の解説、エクストラクション。主人公は産業スパイ、エクストラクターのドム・コブです。 人間は夢の中だと防衛本能が低くなるためターゲットが夢を見ている間にその潜在意識に入り込みアイデアを抜き取るエクストラクションという手法を用います。コブはエクストラクターとしては世界でもトップレベルのスペシャリストです。ドリームマシン。 エクストラクションを行うには、ターゲットを何らかの方法で眠らせた上で、ターゲットと夢を共有する必要があります。ターゲットの夢の中に入るのではなく、数人で夢を共有し、その中にターゲットを誘い込むのです。夢を共有するには、ドリームマシンを使用します。その際、共有する夢を提供する夢の主、ドリーマーが必要となります。 夢の舞台となる街などの世界の細かな設定は、事前に設計士が設計しておきます。夢の階層と時間。夢の世界は多層構造になっており、夢の中でドリームマシンを使って夢を見ることで、さらに下の階層へと行くことができます。夢の中で夢を見る場合は、各階層ごとにドリーマーが必要となります。 したがってドリーマーが殺されると、そのドリーマーが提供する夢は崩壊してしまいます。深い層に潜れば潜るほど、夢は不安定になるので、通常エクストラクションは第一階層で行われ、第二階層に潜るのは稀です。夢の中での時間の経過は現実世界とは異なります。夢の中では心の動きが速い。 という理由から、下の階層に行けば行くほど、時間の経過はおよそ20倍早くなります。現実世界の10時間が、夢の第1階層で1週間、第2階層では6ヶ月、第3階層では10年近くが経過することになります。東映 夢の世界では、夢を共有する者たちの潜在意識によって、夢の世界に住む人々が作り出されます。その人々を投影と言います。ターゲットがこの世界は夢だと気づくなどの違和感を感じると、潜在意識がドリーマーを探し始め、投影からジロジロと見られるようになり、攻撃されるに至ることもあります。 劇中のミッション「インセプション」のターゲットであるロバート・フィッシャーはエクストラクションを防御する訓練を受けていたためコブたちは夢の各階層でロバートの投影する武装集団から激しく攻撃を受けることになります夢からの目覚め方第一階層の夢から目覚めると現実世界へ戻ります。 深い階層の夢から目覚めると、一つ上の階層の夢へ戻ります。夢から目覚めるには、三つの方法があります。一つ目は、ドリームマシンで各人に設定された時間が経過することです。二つ目は、夢の中で死ぬことです。 これは自殺してもいいですし、人に殺されてもいいということになります。三つ目は、キックを受けることです。キックとは、蹴るという意味ではなく、夢を見ているものの体に強い衝撃を与えたり、体を落下させるなどして平行感覚に刺激を与えたりすることです。つまり、揺さぶって起こすことの激しい版という感じです。 キックの設定については、作中で明確には定義されておらず、次の3つの説があります。説1、上階層でキック説。自分より一つ上の層で実行されるという説です。夢の中で自分をキックすることはできず、上でキックしてもらうのを待つことになるので、キックに対して自動的です。説2、限階層でキック説。 自分がいる層で実行されるという説です夢の中で自分自身をキックすることができるのでキックを能動的に実施できます説3上階層と限界層で同時にキック説一つ上の層と自分のいる層で協調して実行されることによりキックが成立するという説です よって夢の中の者が単独でキックを実施することはできません。これら3つの説はどれもその説を正しいと思わせるシーンがある反面どれもその説が誤りであると思わせるシーンがあるためどの説も矛盾を抱えています。この矛盾があるため本作の解釈がより難しくなってしまっています。トーテム夢へ侵入する者は 自分が夢の中にいるのか、現実世界にいるのかを判断できなくなる状況にしばしば陥ります。そこで手の中に収まるサイズのアイテムを持ち歩き、アイテムの食感や質感を確かめることによって、自分が今いる世界が夢の中なのか、現実世界なのかを判断します。そのアイテムをトーテムと言います。 コブは亡き妻モルの形見であるコマをトーテムとしており、夢の中であればコマは回り続けて倒れないという設定になっています。インセプション。コブラ産業スパイが本来行うエクストラクションとは別に、ターゲットの潜在意識にアイデアを植え付ける行為をインセプションと言います。インセプションは非常に難易度が高いとされており、 インセプションを成功させるには、強力な鎮静剤を使って、より深く眠ることにより、夢を安定させた上で、第三階層という深い階層でターゲットにアイデアを植え付ける必要があります。虚無。いくつもの夢の階層を潜っていくこと、最終的には潜在意識の奥深くに存在する場所、虚無に行き着きます。そこには何もなく、 何もかも忘れてしまう忘却の空間で精神が迷子になってしまう場所とされています。虚無の世界ではキックは使えず虚無から抜け出すには死ぬしかありません。通常ならば夢の中で死ねば目が覚めて上の階層に戻ることができますが劇中のミッションインセプションにおいては 第三階層まで潜るため、強力な鎮静剤を使っているので、夢の中で死ぬと虚無へ落ちてしまいます。虚無には何もない空間のはずですが、コブは生前の妻、モルと一緒に虚無の世界に降りて、二人で町などの世界を作ったという過去があるので、コブの潜在意識の最新層にある虚無には、その世界がまだ残り続けています。 さて次はいよいよ本作の最大の革新を解説いたします最大級のネタバレとなりますので本作をご覧になった上でここから先をご視聴になってくださいねここで喉を潤わさせていただきますモルトの過去の真相 コブの妻、モルが亡くなったきっかけは、コブによるインセプションにありました。二人の子供を授かったコブとモルは、すべてが思い通りになる夢の世界に入り浸って、二人だけの時間を過ごすことに喜びを感じるようになります。二人は、より長い時間、夢の世界に入り浸るために、より深い階層へと潜っていきました。 そしてついに最深部の虚無に自分たちの世界を作り50年もの日々を過ごしました。モルは夢の世界に魅了され現実世界に戻ることを拒むようになり現実を忘れるために彼女のトーテムであるコマを金庫の中に封印してしまいました。ある日コブは現実世界に戻る決意をします。虚無から抜け出すには二人で一緒に死ぬ必要があります。 しかし、モルはキュムを現実世界と思い込んでおり、それを拒みます。そこでコブが考えた策は、ここは現実じゃない。現実に戻るには死ぬしかない。というアイデアを、モルの真相心理にインセプションするというものでした。コブは、モルが現実を封印した金庫を見つけ出し、金庫に入っていた彼女のトーテムのコマを回すことによって、 アイデアをインセプションしました。そして二人は列車にひかれることにより現実世界へと戻ります。しかしここで大きな誤算がありました。ここは現実じゃない。現実に戻るには死ぬしかないというアイデアは現実世界へ戻ったモルの真相心理にも働き続けたのです。 そしてモルは死ねば現実世界に戻れると信じて二人の結婚記念日の日にホテルの窓から飛び降りて自殺してしまいましたこの事件はコブの心に大きな傷を残しますコブは夢の中に作った記憶の牢獄にモルを閉じ込め毎晩訪れては亡き妻との思い出に浸るようになりました また、コブが仕事で潜入する夢の中には、コブの潜在意識によってモルが投影され、コブの仕事の邪魔をするようになりました。これは、妻に対する罪悪感から、モルに邪魔をされても仕方がないと、コブの潜在意識が感じているからでした。妻殺しの容疑をかけられたコブは、アメリカ国外へ逃亡し、以降、アメリカの自宅には戻れず、 愛する幼い二人の子供に会えない日々が続きますでは最後にあらすすじを追ってみたいいと思います海岸で目覚めたコブは日本の城のような屋敷の食堂で年老いた斎藤と対面しますこのシーンは時系列的には劇中のラストに近い斎藤が落ちた虚無の世界です ラスト近くのシーンを冒頭に持ってくることにより視聴者を混乱させているのです。全く同じ部屋で現在の斎藤に対しコブと相棒のアーサーはエクストラクションを試みます。コブたちはコボル社からエクストラクションを依頼されていたのでした。しかしコブの潜在意識が投影したモルが現れコブの仕事を邪魔します。 第2階層での失敗を悟ったコブとアーサーは一つ上の階層に戻りますが、この第1階層でも斎藤に夢であることを見破られたため、エクストラクションは完全に失敗に終わってしまいました。 しかしコブは斎藤に腕を見込まれて、斎藤のライバル会社であるフィッシャー社の次期会長、ロバート・フィッシャーへのインセプションを依頼されます。そのインセプションするアイデアとは、父、モーリス・フィッシャーから継いだフィッシャー社をロバート自身に解体させるというものでした。コブが提示された成功報酬は、コブの妻殺しの容疑をもみ消して、 子供たちが待つ家にコブが戻れるように手配するというものでした。コブは依頼を引き受けます。コブはパリの大学へ行き、恩師であり亡き妻モルの父でもあるマイルス教授から、 優秀な設計士としてアリアドネを紹介してもらいます。コブが夢を設計するとモルが現れて邪魔をするため代わりの設計士が必要なのです。さらにコブは偽装師としてイームスを、調合師としてユスフを仲間に加えます。そして依頼者である斎藤がコブの仕事を見届けるために仲間に加わりました。 作戦会議によって、夢の第一階層では、ロバートに父モーリスとの関係を提起させ、第二階層では、自分で何かを成し遂げたいと思わせ、第三階層では、自分の道を進めというモーリスの遺言を植え付けることにしました。いよいよ、モーリス・フィッシャーが亡くなり、シドニー発、ロサンジェルス行きの飛行機のファーストクラスで、ロバートを眠らせて、ミッションが開始されました。 第一階層は雨のロサンジェルス。長王子ユスフがドリーマーです。しかしコブたちは謎の武装集団に襲撃され、銃撃戦で斎藤が深手の傷を負ってしまいます。ロバートはエクストラクションを防衛する訓練を受けており、ロバートの潜在意識が武装集団を投影させたのでした。 第3階層まで潜るために強力な鎮静剤を調合していたため今回のミッションでは死ぬと虚無に落ちてしまいます斎藤が助かるには一刻も早く作戦を成功させてキックで目覚めるしかないのですコブたちは作戦を続行することにしました6人はロバートを拉致して倉庫に隠れイームスは亡くなったモーリスの側近だったピーター・ブラウニングに偽装して 嘘の情報をロバートに植え付けるのに成功します。直後に武装集団に見つかり、6人はロバートを連れてユスフの運転する車で逃げます。そして車の中でドリームマシンを使い、ユスフ以外の5人はロバートを伴ってアーサーがドリーマーを務める第二階層のホテルに入ります。 このままロバートに近づいても武装集団に追われるだけだと思ったコブはロバートに夢の中にいることをあえて伝えた上で武装集団はロバートを狙うエクストラクターであり自分はロバートの潜在意識が投影した防衛軍の一人であると信じ込ませ立場を逆転させますロバートはブラウニングに対して疑念を抱くようになりますコブがロバートに ブラウニングの潜在意識に入って事実を確かめようとそそのかしたためロバートは率先して第三階層に入ることを望みましたしかし実際に入るのはロバートの潜在意識でしたアーサーが第二階層に残って5人はイームスがドリーマーを務める第三階層の雪山の病院に入ります 武装集団をかいくぐり、斎藤とロバートは病院の金庫室の前に到達しますが、コブの投影であるモルが現れ、ロバートを殺したため、ロバートは虚無に落ちてしまいます。そこでアリアドネは、ロバートを追って虚無に下り、ロバートを救うことを提案します。コブとアリアドネは、コブがドリーマーである虚無の世界に入りました。 そこはコブが亡き妻のモルと愛し合っていた時に共に作った思い出が詰まった世界でしたコブとアリアドネは高層マンションの一室でモルと出会いますアリアドネはポーチで見つけたロバートを高層階から突き落として第三階層に送り込みますその頃第三階層では斎藤が武装集団と戦っていましたが力尽きてしまいました 生き返ったロバートは金庫室の扉を開けて奥の間にいた今和の際の父モーリスと対面し遺言を得ます。こうしてロバートへのインセプションが成功しました。コブは斎藤が虚無に落ちてくることを予想し斎藤を助けるために虚無の世界に残り先にアリアドネを第三階層へ返します。第三階層 第二階層、第一階層でのキックが連鎖し、アンサー、アリアドネ、ブラウニングに変装したイームス、ロバートの4人は第一階層に戻りました。コブは瀕死のモルに、一緒に年を取ろうというプロポーズの言葉の約束を果たしたことを伝えて、モルに納得してもらい、記憶の牢獄のモルと決別しました。海岸で目覚めたコブは、 日本の城のような屋敷の食堂で年老いた斎藤と対面します。虚無に落ちた斎藤は自分が夢の中にいることがわからなくなっていました。コムは斎藤に一緒に戻ろうと自殺を進め、二人は現実世界へ戻ります。全員が現実世界の飛行機の中で目覚めました。 コブは斎藤の計らいのおかげでアメリカの入国審査をパスすることができ、自宅に戻ったコブは娘と息子との再会を喜びます。コブが回したトーテムの駒が傾きかけたところで物語は幕を閉じます。ということで、今回の解説はここまでにしたいと思います。 この動画をきっかけにもう一度本作「インセプション」をご視聴いただけると嬉しいでございます。<music>